将軍と鬼の王の目をくらませるために連日宴を繰り広げた。さあみんな飲め。大石殿、あまりおふざけが過ぎるとみんなが引いちゃいますの。かまうか、私は何で何で飲みまくりたいんだ。七姫様のかんざしを刺していなければ、私だってあなたのことを信じなかったかもしれません。お前の望みが叶うのだな。盛大に祝おうぞ。つながさま、一つだけお願いがあるのです。なんだ、どうしてみよう。人間である最後の日だけ夫と過ごした思い出の屋敷で過ごしたいのです。どうする。こやつの体はもう我のもの。最後くらいは好きなようにさせてやる。優しいのか残酷なのか、お前がこの子の体をよりしろにしたら、その衝撃小娘の屋敷は消し飛んでしまうのではないかな。何、死者に戻りたい場所などない方が良いである。確かにその通りだ。